最初。はい。ありがとうございます。パタで100球チャレンジしてる。どういうこと ?100 球チャレンジって。100球ボールを打つってこと、夜に。毎日、うん、やってんの夜前にね。へえ。必ず必ずね。偉いね。もうすぐ試合だもんね。勝ちたい。うん。あ、いいね、いいね。おー、ナイス。これは飛んだよ。あ、オッケーオッケー。ワンオンじゃん。ナイス。オッケー。やばい。オッケーオッケー。大丈夫、止まった。ナイス。ナイス。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいアプローチ。ナイス。アプローチうまい。上からポン。見て、せいのすけくんホールインワンした。ホールインワンしたってカップインカップイン なわけないなわけないみたいな顔されてる。ちょっと回る、上り下り上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 ナイス。はい。ありがとうございます。ナイショーです。ナイショー。ナイショー。手のすけくんのゴルフはパパ仕込みなんですか、それともレッスン行かせてるんですか。最初は全然本当の1年ぐらいは教えてなくて、自己流？自己流でテレビ見て、ずっと自分が行った東海クラシックの番組を朝も晩もずっと見てて、それでスイングを覚えた感じで。プロのスイング見て真似してるの先生が。あ、そう。じゃあ真似から始まってるんですね。4歳になるなったぐらいの時にレッスン通い始めて、今はそう教えていただいて、教えていただいて、もう一人の先生に教えてもらってんの？レッスンでどんなこと習いますか？アプローチとドライバー。もう2つがメインなんですね。そうですね、やっぱり特にアプローチが今中心で。木にさ、行くのが一番最悪だね。左広い。最悪なパターン。まあセーフだけど。早かった。暑いな。暖かくなってきた。暑い。代謝いい。うん、じゃない。ナイス。今ヘッドスピードいくつぐらいあるんですかね。どうなんですかね。でもなんか測っトラックみたいなやつで勝ったら20。あ、やっぱそれぐらいあるんだね、もうね。千之助くんに質問です。質問。苦手なクラブは3番。UTT のフライ、うん、パターとパターとピッチング。苦手なショットはありますか？これ嫌いみたいな。嫌いっていうか、まあ、あんまない。こういう坂道のやつ。ああ、起伏があるところかな。ちょっと打ちにくい。打ち下ろしと打ち上げどっちが得意？これ打ち下ろし、打ち上げはこう上がってる。どっちがいい？打ち上げ。おお、そうなんだね。大人はだいたい打ち下ろしの方が大好きだけど。せのすけくん、残り何ヤードですか？残り63。じゃあ考えるとちょっと70くらいかな。おー、うまい。いったよ、ナイスオン。ありがとうございます。外かな。でも今うまくったね。え、この難所に対して本当いいですよね。こう、はい、小さい、まあ、一緒には今はやってないかもしれないですけど、はい、こう小さい時からゴルフさせるっていうのは。そうですね、大きくなったら一緒にゴルフするってなるんですけど、やってくれるのかなって。
よし、これを決めよう。よし、決めちゃおう。来た、ナイス、ナイスリカバーだね。ナイスパー。ヘノスケくんは家で寝る前にパター100球打ってるって言ってたじゃん。他には何か家でやってる練習はありますか？アプローチ。アプローチ。アプローチはどういうことを意識してやってるの？いろんなカード1,2,3,4,5,6,7,8,9ってあって、うんうん、そこのどこかに1個入れるところが。おー、なるほど。数字が書いてあるところに入れる練習してる。ネット、ネットじゃないのか。あ、なんか野球でストラック。あ、あります、あります。はい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 。はい、で、そこを狙ってやってるんだね。アプローチがいいとね、スコアになるからね。アプローチ練習は大事ですね。クラブ握れない日はない。最近ないですね。200から多い時だとちょっと打ちすぎですけど、5、600球。球、はい、打てるんですか？なんかもうひたすら打ち続けます。へー。先生君、体痛くとかなんないの？そんなに打って、ね、手で痛くない？手とか痛くなんない？なんない、うん、なんないか5日前、1800球打ったの。え？1日で、はい、4件練習場はしごして嘘でしょ、ね、本当にパター含めてですけど1800球、はい、ぐらいは少なくても。いやマジで、多分小学校1年生になったら多分めちゃくちゃ上手くなってると思いますよ。やばいなと思って、ちょっと、うん、怪我しても困るなと思ったんですごいね、練習熱心ですね。頼むよ、せいのすけくん。いいんじゃない？ナイソン、ありがとうございます。いいね、今よしよし、今近いよ、バーディーチャンスじゃない？これはいける、近いですか？結構オーバーしちゃってか、ちょっと強く入っちゃった。まあまあまあ、でも2パットで、うん、早い、あ、これはね、早いね、これ。うん、ナイス。スイングはどこが好き？なんか一回ここで止まるじゃん、松山。止まるね。止めるとこ。止めるとこが好き。止めとかわかる？ゴルフ。ショットです。はい、ありがとうございます。しなった、ドライバー調子いい、めっちゃ飛びますね。ありがとうございます。あー、やばい、テクの夢は優作と松山と、うんうん、タイガー・ウッズとみんなで一緒に戦いたい。おお、でもその頃、聖君が大人になる頃、みんなもうゴルフ結構いい、ね、年齢になってるから、ね、面白そうですよね、またいいね。PGA ツアーにも出たい。あ、出ようね、出ようね。パパその時もキャディで頼むよ。そうだよ、パパ、パパ急にもうパパいらないとか言っちゃダメなんだよ。パパにするとかやめてや。あ、まあ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 。あ、弱いか、さすがに。ナイス、ありがとうございます。
まーい。千利くんパターうまいよ。インスタグラムはなぜ始めたんですか？はい、もともと清之助がこうジュニアのゴルフをやってるのを、僕も全然その周りに環境がなくて、そういうそれをなんかこうインスタで発信して、なんかいろんなこう方に見ていただいて、まあこういう風な子がいるんだよっていうので、なんかこうレスポンスじゃないですけど反応があればいいなと思ってやり始めたんですけど。やっぱやってよかったですか？よかったですね。だから本当にいろんな、例えばコーチさんとかがこうアドバイスでなんかダイレクトメールくださったりとか、なんかこうゴルフ用品のメーカーさんがなんか送ってくださったりとか、本当にジュニアの一番は何よりジュニアの、お父さんお母さんとこう交流できる、はい、交流が、はい、それはもう愛知県にとどまらず関東の方とか、まあ、全国ですもんね。もうむしろ世界に向けて発信できますもんね、インスタグラム。そうなんですね。いや、なんか豆だなと思って毎回見てま す, そうです、ね、お父さんが投稿してるんですか？お父さんがやってますさあ、最終ホールです。つま先残してよ、しっかり。オッケー。おー、いいボール。オッケー、ナイス。肩から肩でいくのかな。肩、ね、ちょっと大きめ、もう少し大きめの肩から肩でいく。おー、いいんじゃない。これはこれ近いよ、清之助くん。おこれはありがとうございます。ちょっと行ったら入ってる可能性もあるぐらい、近いよ。近いです。ナイスバーディー。ガッツポーズ出た。ガッツポーズ出たよ。カメラに向かってやっていい感じ。ですカメラにも。イエーイ。あ、右出した。入った。ナイスです。来ました。清之助くんの今日回ったゴルフの6ホールです。裏からも見えるよ。本当だ。裏から見ると顔みたいです。ちゃんとティーグラウンドも書いてあります。